どうもそうじゃないそうです。皆さん今週の乃木坂工事中見ましたか？ということで今回は今週の乃木坂工事中振り返りやっていきたいと思います。見ていきましょうか。ぜひ皆さんも一緒に見ましょう。てんてんてれんてん。はい、今回は前回の後半からに引き続き26枚目シングルヒット祈願ということで、大吉フィーバーヒット祈願3期生の3人、水木と久保ちゃんと梅ちゃんが3人連続で大吉を出すまで終われないっていうね感じで、まあ、前回は1回目のね乃木神社で弾いたんですけども大吉出ずっていう感じで、で2つ目赤坂神社2回目来ました。久保ちゃん1回目の飲みくじで今日出してるからな。さあ久保ちゃん、大吉、久保ちゃん引いていく。2回目にして初の大吉。これでさ2人目も大吉引いた時のラストの水木のプレッシャーやべえよな。さあ梅ちゃんは来たー、ガチできたわ。大吉がリーチになったわ。いきなり2回目にしてまさか終わるかも。やばい、46番のおみくじで大吉っていう、もう神のようなおみくじ引いてますわ梅ちゃん。さあラスト水木、ここで終われるか。2回目で終わったらすごいけどな。来い来い、吉だ。台が取れた、台が取れちゃった。あら大吉の余裕がすごい。確かに中吉と吉足したら大吉になる意味もよくわかんないし。そして3軒目、いやもうこの流れでいったらね、もうそろそろもう3回目ぐらいできちゃうんじゃないのっていうね。梅ちゃん1発目、3回目1発目、きたがっと、すごい2連大大吉きた。梅さんやるわ。続いて久保ちゃん、2連続大吉なるか。2連続大吉なるか。あらちっちゃくなってる、ちっちゃくなっとるて。うぜえ、大吉出したやつからのすごいよ、うぜえ。ラスト水木、もう成功はないけど大吉。今回は久保ちゃんだけ、今回は久保ちゃんだけ大吉出ず。目上の引き立ちによって大いなる才能を得る。めちゃめちゃいいこと書いてあるやん。めちゃめちゃたくさん引いてるけどね、おみくじ。3連続なるか。大吉マウント。大吉マウント、うぜー。いいな、髪が違うおみくじ、おしゃれだね。めちゃめちゃいいや。3連続なるか梅さん。大吉や。大吉3連大吉、すごすぎる。やばいよな3連続は。リーダーシップが評価される、すごい飛躍の年だ。サイドビジネス、サイドビジネスも成功しますよと。すごい余裕が。
さあリーチなるか。緑の髪、あらーまたちっちゃい、また顔じゃんちっちゃい。なんて書いてある？龍神に攻められた。龍神に攻められて落ち込みそう。ラスト水木、もう成功はなくなったけど、ドン。あらここに来て、ここに来て今日来た。久保ちゃんの最初の久保ちゃん以来の。いいよはおかしい。今日でいいよは最悪やで。私はこの企画に対して、うん、あの正しいものを引いてるだけなんで。確かにな、ずっと正しいの引いてるだけだからな。すでにロケ時間2時間をここまで経過しておりますと。神社4軒回って、なかなかきついな今回の人気が。なかなか楽そうに見えてきついよな。梅ちゃん、ここに来て、大吉連続が終了、小吉。すごい、もう露骨にテンション下がる。さっきの大吉引いた時のテンションどこ行ったね。で両方5件目は久保ちゃんと水木も大吉ならずと。まずいね、なかなか出ませんね。出世の石段来た。6件目か、神社六神社目、六神社目だ。早速ヒット祈願のため本堂へ向かうと、来た四期生来ました。初選抜の二人、れいちゃんとまゆちゃん。少しでもお力になれればと思って、先輩たちが来る前に出世階段を駆け上がって、出世階段駆け上がってる。このさ、アスカちゃんとみなみちゃんが階段登ったや登るそのヒット祈願めっちゃいない、好きだわ。4期生2人が先に2枚大吉を出して、水木が残り1枚出すという作戦。後輩がねパスしてラストセンター水木が引くよと。達成なるか。確かにな。経験者を語る。4期生いけるかと、初選抜の。悲しい。大吉を出さなきゃ意味がないと。先輩怖え。大吉リーチなるか。きた、まさかの、すげえ、本当に2人とも大吉引くっていう。圧かけてたけど、今度は先輩水木がやばい状況になるっていう。すごいよなこれ。でもガチで引くやん。このテロップはやめた方がいいぞ。この3期生4期生のこのテロップはやめた方がいい。やるなあ4期生、すごいわ。ガチで大吉引くもん。まあこれはね、さすが引くでしょ。終わりでしょもう。後輩のパス受け取ってね。この番組はソニーミュージックと。今日ってそういえば弾いたことないな。今日さあ驚き方かわいいわ久保ちゃんの。水木はどうだ。いやーちっちゃい、ちっちゃいわ。今回は引きたかったとこだったな大吉。焦らず好機を待てよ、待てよ。
焦らず好機を待てよ。おもれ待てよ、おもろすぎん。どうしよう、3期生どうしようね。別のおみくじに3期生3人だけで挑戦と。かわいい、めちゃめちゃかわいいおみくじあるやん。神社巡りしよっかな。いや水木が引けねえ、大吉。水木が大吉引けねえ。すごい、水木以外大吉引いてるからな今回。4期生と梅ちゃんと久保ちゃん。うぜえ。小吉そんな出すのすごいって言われてもうぜえ。4期生とお別れと。ここで続いて7神社目。後ろから忍び寄ってきます先輩が。ゾロゾロ来たな。フロントメンバーのアスカちゃんとイクちゃんが来ました。4期生がとお別れして、その後はね今度は先輩来たと。すごい、さすがやで先輩。確かにな、9年はすごい。そんなことない、運だけ運だけでここまで来た。まあ、さっきと同じ方形式でアスカちゃんとイクちゃんが大吉引いてラストパス、水木にパスすると。さあいけるか。あ、アスカちゃん大吉、めちゃめちゃ可愛いやん、めちゃめちゃ可愛い。あれ4期生はそれとも出してたぞって。水木は逆にすごい、本当にすごいわ小吉。残念でしたよと。ここでもお別れ、一期生と助っ人で来てくださった4人のうち3人大吉引いてる。確かに4人のうち3人大吉引いてんな。いくちゃんが引いてたからな助っ人。8神社でもダメだった、次もダメ。あ、次じゃねえや、久保ちゃんは大吉だったと。4連小吉やばいな。小吉スランプだよ本当。小吉スランプ。でも一回大吉引いたちょっと見とこう。確かに確かに、今までの大吉を見てさ、1枚しかない、1枚でいいんだよ。水木引いてないな、センターなのに。ネットで引けるおみくじ出ました。確かに、うん、逆にね、今回は水木先に引きますよと。せーの、どうぞ。出た大吉。でもなんかさ、このスマホで万が一3人とも大吉出したらなんか嫌だよな。ちゃんとこう実物でというかで出したくない。次2番手梅ちゃん大吉。いや来た、リーチ来た。まさかの、まさかの車内リーチ。ここでフィーバーなるのか。ラスト久保ちゃん、ラスト来るか。キチ。残念。次の神社でもダメ。すごい、目上の人の助けがあったら。すごいね、10個目の神社来た、やばいね。あら、またまた登場一期生アスカちゃんとイキちゃん。でもここに来たということはまだ出てないというって言ってる。今回は3期生3人が引いて1期生は応援に回ると。とりあえず
上の人の助け借りたらいけんじゃないか。大吉フィーバー来い。3人とも3人とも弾けてないな。誰も。いくちゃんだけ大吉。でもほら、なんか3分の3にしてるからさ、まあ、確かに3分の3大吉はきついよ。難易度高いよね。5分の3にする。5分の3民中3にする。妥協方向転換ルールを変更と。本当にこのままだとめちゃめちゃ時間かかるからな。5人中3人ルール変更。今まで3人中3人大吉で一吉が達成だったけども、5人中3人で大吉で一吉が達成と、まあ、ちょっと難易度下がったよってあら中吉だ。まあでもね、これでまだ可能性あるからね。5分の3の場合ね、3分の3だったらもう、うん、終わりだってなるけど、5分の3だったらまだ希望あるからね。あ、きちゃ、やばい、2人目もきち、2人目きち。まあでもここでもまだ大丈夫なんですよ。まだ3連続ここから出せばもう OK ですから、これは気が楽よ。ちょっと水木は来ました。大吉来た。さあ来ました。あと2人先輩来て2人が出せば終わりとこれよ。ゆくちゃんは、あ、やっちまった。やすかちゃんも小吉ということで、なかなか出ないっすね。種類の違うおみくじはあれだけ挑戦。出た。水木が来た。2連続。ここに来て、最初全然出なかった水木がね。大吉出してます。ここに来て、もう一つおみくじなんかだんだん雑になってないかやばい。水木3連続大吉来た。ここに来て、来てます。ただ他のメンバーが来てない。梅ちゃん久保大吉ならず。いくちゃんは、来た。いくちゃんさ、リーチ来たぞ。ラストアスカちゃんだ。アスカちゃんにかかってます。やっと終われる。いけるか。あ、しょ、ちっちゃい何かの顔かわいすぎるやろ。いくちゃん以外出ず、12個目の神社で。なかなか5分の3にしても難易度高いな。しんどる。バスの中でみんな死んじゃってる。13個目だぞ。もうちょっと暗くもなってきたね。数が減ってるじゃん。減ってますね。だから多分確率が下がってる。そうなのかな。さあ、もう時間もないと。梅ちゃん、来た。大吉一発目から大吉当たって、もうあと4人中2人出せばいいわけだから、これはでかいぞ。もうめちゃめちゃ暗いな。外めっちゃ暗い。さあ2人目久保ちゃん来たか。が、あらららら、まあ吉だからね。まあまあまあ、まああと2つ出ればいいわけですから。さあ水木来た。リーチやで。2分の1、あと2人のうち1人が出せばもうリーチ、あ、達成。いいぞ。水木後半上がってきたな。いけんのか、いけんのか。大吉フィーバー、いくちゃんです。
おー来た、13個目かな、あの神社にしてついに達成。いいねクボちゃんだけ、クボちゃんだけいやこれめっちゃ笑っちゃうんだけど、めっちゃ笑っちゃうけど、まあ、でもすごい素敵このみんなで抱きしてもらってな、こうみんなで人だかっていうのいいよな。でもめちゃめちゃこういうとこがいいのよ乃木坂って。アスカさん頼むよアスカさん外してくれよと。ということでね、見事達成。結局でも5分の4抱きちゃったからな、すごいよな。いやすごかったわ、乃木神社から始まりね。意外と今回のヒット祈願楽なのかなってちょっと思ったけど、全然そんなことなかったな。めちゃめちゃきつかったでしょ今回のヒット祈願。何気どれぐらい、もうすごいおみくじ引きまくってたね今回も。今年分のおみくじ引いたでしょ。おみくじってさ、こんないっぱい引いていいもんなんかな。いいのか。左手で掴むといいらしい、おみくじ。今度から左手でやろう。来てる来てる。いや神社行きてー。バスの中の感じいいよな。確かに今回精神的にきついな。大ヒットしますように。4期生から電話来た。久保ちゃんの表情が切ないんだけど4期生もね、でも本当大吉出してたからね。2人も歌でしか使われてないけどめちゃめちゃ頑張ってたのにちょっとぐらい歌以外でも使ってあげればいいのにちょっとかわいそう。まあでも4期のね、初選抜の4期生もめちゃめちゃ頑張ってましたよと。大成功。いやよかった、こりゃヒットするわ。大吉が一番多かったの今回、梅ちゃんと瑞稀っていう感じでね。梅ちゃんは最初の方よかよくてね、瑞稀は後半の方めっちゃ出してて確かにな若干ね、1人で3連続大吉を引いた確率と3人が同時に大吉を引く確率と同じだ。じゃあもういいや、めちゃめちゃいいや。そうなんですよ、でもほぼ映ってなかったんで。そうだね、何のためにやってたのか分かんないね。この神社に来ましたとかも撮ったのかわいそうめちゃめちゃちゃんとロケしてるよまあでも大事よ、いろんなヒット祈願があるんだなと思います。どういうこと？ちょっと掘りどういうこと？引っかかるな。なんか過去一楽だってこと？出ました、ああいう風な意見もあるけども。次は富士山より高い山登らせて。海外になっちゃうわ。でもまあまあね、頑張って。いやーすごかった。ちょっとね妥協したルールの中で成功したということでね。まあ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 。三人出せばいいってところさ、4人出たんだ。確かに。本当にすいません。いやいいなぁ関係ないスポンサーの提供でお送りしました。まあやんなくてもヒットするからな
はい、ということでね、今回はこれで終わりということで、またね、来週の、来週はあれか、イントロクイズか、あの新年の、ということで、ね、そちらも楽しみだなと思います。ぜひチャンネル登録、高評価、下のフォロー、コメントよろしくお願いします。バイバイ。